おお、あれ、お外の気温24度なんだ。そんなに高くないしね。通行止めも出てないし、行けますね。よいしょ。そうか、別に外の音を入れても、これのその AI 機能だったら大丈夫かな。あ、なくなった。いや、でも暑いな。24度にしちゃ、ムシッとするな。よいしょ。まあ、ぼちぼちと登りながら行きましょう。僕はね、ああ、ガンガン、通販の方が多いから。いやー、よいしょ。登る。とはいえ、真夏は過ぎたんで、あ、でもなんかやっぱ霧がかってんな。これ上、ほんと登れんのかな？大丈夫かな？ああ。まあ時間はね、まだ朝の7時台なんで、全然早いですからね。そう。今日もね、実はそんな感じだったんで、編集をね、わーっとやるのに、朝の3時ぐらいに起きてね、3時起きで、今動画2本ぐらい、ロングをね、2本ぐらい作って、そのストック作ったんで、よし、じゃあちょっと出かけるかって感じですね。お。登るなぁ。まあ今日の目をこれのはずなんでね、鈴鹿スカイラインを登ろうって言ってね。いや、ついでに滋賀でいろいろともくもく撮るか。別に朝の10時には全然余裕で入れるもんな、滋賀に。どっかいろいろ寄ってきましょう、滋賀でね。ハイキング多いな。そうだね。まあそっか、暑さもちょっと和らいできたし、登山日和ではありますからね。まあ、ご在所の山ね、YouTube だと、あ、そうか。東海オンエア、東海さん登ってたな。なんかいろいろとありますもんね。あ、それ以上にあれですよ、今、四日市といえばね。それが上がってる頃にはどれぐらい行ってるんでしょうね。ウイママの登録者数と、ドリガミレクリエムの再生数がなんか、もう200万は硬いよねって今一気に言ってましたもんね。ちょっとあれは、えげつない伸び方をしてますもんね。いや、もうこれによってね、また四日市、何回です。だから四日市のね、題材の動画がね、言うてね、伸びてくれるんで、それのお金なのかわかりませんけどね、なんかね、結構、なんやかんやと、まあ、三重県 YouTube のネタはね、バズりステージが行くとこありますもんね。島、スペイン村だったりね。よいしょ。あーしゃー。いやー、登る。ここら辺からはもう、つづら折りですからね。よいしょ。
まあ、後ろ来てないんで、まだ気が楽だ。伝わらないんだよな、これが。そうね、本当にね、あのね、ここのね、急さはね、本当伝わらないからな、こればかしはね、映像だとね。だってあの馬上に見えてる、あそこまで、あの、スイスイって行きますからね、これ今から。よいしょ。よいしょ。曲がってこう。よいしょ。まあ、いろいろやりたいね。やりたいことそういっぱいできる。よいしょ。だ、ほんとそれを、うちのね、あ、そう、安定供給をするために、いろいろとね、その、だから一つの企画でね、何十、複数回投稿にする。まあ、これはまあ、もともとから、そのコンセプトの構想はあったんで、うん。あれですけど、よいしょ。うん。だって、一番最初の動画も、郵便小話って言って、シリーズ第何回第何回みたいな感じでね、個別にいろんな、郵便用語の解説をするよみたいな、ことをやってましたから。別にその流れを組んでやってますからね。よいしょー。うん。登る登る。ひえ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 。ひえひえ。きっとこのビーフェイのようなエンジンを、ほんとこれ消えちゃうからな。そう。あの、で、それはね、消えるのでね、ドライブ動画でもね、めちゃくちゃいいんですけど。そう、やっぱ、鉄道とか普通の散歩動画だと、あまりにも周りの音が完全に消えてしまうんで、なんか、後収録のやつと、まあ、差しで変わらん感じの、あれになっちゃうんでね、ちょっと臨場感があまりにも失われちゃうんで、あー、そこはちょっとまた、要改善、うん、思考なのかなと思いながら、出ますけどね。さあ、これで、県境かな？ほら。目がついていかないよ。カメラはね、あの、アンド調整がかかるんでね、多分ね、そこまで見にくくなってないと思うんですけど、ここくらいだ！ああ。さあ、ってことでね、抜けたら、もうね、これで、滋賀県甲賀市に入りますよ。さあ、滋賀まで来ました。ブレーキを確認ということでね。からくらいですからね。よいしょ。